皆さんこんにちは、エルザです。今回はブラックスワンの相性がいいキャラについて話していきたいと思います。ブラックスワンが思ったよりも強くてエンドコンテンツも猛威を振るっていますよね。ただブラックスワンを扱う上では星5キャラの編成が適正なので、キャラを多く所持していない人からするとかなり難しいなとか引く判断ができないキャラだなと思います。そこで今回はブラックスワンの相性の評価と、実際に星5キャラがいなくてどれくらい安定した成果を出せるのか紹介をしたいと思います。それでは早速解説していきましょう。まずはブラックスワンとの相性がいいキャラを話していきたいと思います。順位は個人で使用して感じた使いやすさとか安定感を話していきたいと思います。ちなみに星5も入ってきます。まず1位はカフカとなります。というか相性が良すぎるくらいですね。で、理由としてはスキルとか必殺技でアルカナの発動と蓄積ができる、持ち武器があればデバフ3種を即付与できる、アルカナ3層付加可能となってます。で、持続ダメージの発動回数が増えるので総ダメージがアップすると、まあ、敵に依存しないっていうのがいいところです。まあ、こんな感じですね。で、ブラックスワンのいい部分を全てカフカ1人で網羅できるっていうのが強いです。持続ダメージのマイナス部分をプラスにするのがカフカなので、当然といえば当然っていう結果ですね。他のキャラと比べても圧倒的に持続ダメージの発動回数が多いので、火力と安定感が上がる相性がいいキャラと言います。とりあえず持っていたら絶対入れたいキャラクターですね。続いて2位は経内粉となります。アルカナの蓄積という面では微妙ですが、凸が低くても持続ダメージ火力アップなどができるので、かなり優秀なキャラだと思います。まあ、理由としては必殺技で強制的に燃焼の発動ができる点、部位によってデバフと広範囲が優秀、アルカナ付与が一層にとどまりやすいっていうのがあります。まあ、他のキャラに比べるとアルカナは一層しか貯められないっていうのがありますね。スキルからの必殺技で蓄積は可能っていうところです。時に必殺技の時にアルカナの発動もあるので、それが強かったっていうところですね。使ってみると意外とね、発動が多くて面白かったです。複数戦になるとより強かったですね。で、燃焼付与できれば余ダメアップするので、全体的に火力アップにつながるっていうところがありました。ここが一番の恩恵としてでかかったなと思いますね。で、スキルと必殺技で一定の範囲攻撃できるのも相性良かったです。正直試した時に無凸の経内粉使ってたんですけど、十分強かったですね。3位は散歩となります。で、弱いわけではないんですが、ブラックスワンと相性が良くなるまでの道のりが長いので3位とさせていただきました。理由としては4凸じゃないと持続ダメ起動ができない、スキルの使い勝手と多段ヒットで蓄積が可能なのは強い、アルカナを3層付与することができる、まあ、このキャラクターに関しては強いんだけど、一番ネックなのは4凸しないと持続ダメの起動ができないっていう点です。凸がないと他の持続ダメと変わらないので、ちょっともったいないんですよね。しかもスキルがバウンド攻撃でランダムなので、敵の数が多いほど層を貯めるってことが難点となります。これにより蓄積がうまくいかないってことも多々ありますね。ただし敵の数が少なく風化の層を貯めることができれば、間違いなく経内粉より上です。めちゃくちゃ強いです、こっちの方が。なので条件がかなり高い、まあ、難易度が高いっていうこともあって、経内粉よりも下としています。以上が相性のいいキャラ3名となります。で、ルカとセイバルがいるんですけど、発動条件とか頻度を考えるとちょっと物足りなさを感じたので、今回は省きました。続いてサポート枠で相性のいいキャラも紹介したいと思います。1人目はルアン・メイです。まあ、ダントツですね。やっぱ一番相性がいいですね。まあ、なんといってもチーム全体に恩恵がある効果が多いです。効果としてはいるだけで速度アップ、全員の余ダメがアップです。まあ、この2つが非常に相性がいいですね。まあ、持続キャラの底上げですからね。いるだけで持続ダメージキャラの火力が上がるので、欲しいキャラクターとなってます。というか、ルアンに関しては、どの編成においても絶対欲しいキャラとなってきましたね。2人目はアスターです。まあ、カフカやルアンがいないなら、とても優秀なサポーターとなってます。まあ、アスターが本当優秀でしたね。で、優秀な部分としては、速度アップで全体の攻撃回数がアップする。攻撃力バフで持続ダメがアップするっていうところあります。ルアンがいない場合はサポート枠として採用したいキャラクターとなります。てか十分ですね。ブラックスワンをメインとして編成した場合は、いかに持続ダメージの層を貯めるかが重要になります。
どうしてもキャラだけの速度では追いつかないということが多いので、アスターの速度アップでターン数を増やすのはかなり相性が良かったです。これで全然変わってきますね。エンドコンテンツの難易度がね変わります。しかも攻撃力バフもありますから、持続ダメージアップをするし、攻撃回数が増えて総ダメージが上がるので、非常に相性のいいキャラとなってます。3人目はフォフォとなります。フォフォはヒーラー枠としてかなり相性がいいキャラです。優秀な点としては、必殺技の EP 回復で回転率がアップする、ヒーラーとして安定しやすい、攻撃力アップで持続ダメージアップができるっていうところです。まあ回復損後枠としてフォフォが一番相性が良かったですね。で、必殺技による EP 回復でアルカナの温存ができますし、何より回復の手間が抑えられるのが良かったです。ただ緊急回復は他の回復枠と違ってできないので、その点だけは注意が必要ですね。まあ、フォフォを所持していないなら星4のリンクスでも十分でした。デバフ解除もあるのでいいです。ただリンクス自体がデバフを受けてしまうと、行動不能とかなってしまうと回復ができないので、安定感はちょっと下がるなという印象ですね。ちなみに不減についてですが、元々の HP が全体的に低いので、長期戦になると回復の方が自己率上がってました。なかなかね、まあ回復ができないんで、不減に関してはできないっていうか少量なので、ちょっと自己率上がりましたね。あとは回心率アップの効果が持続キャラには何とも言えない効果なので、まあ無駄になってしまうので、他の編成に回した方が適正としては良かったなっていうところになります。まあこういった点ではフォフォの方が良かったですね。ということで相性については以上となります。理想は星5が多いですが、正直星4との組み合わせでもそれなりに強かったというのがあります。それではエンドコンテンツでの使用感についても話をしていきたいと思います。実際に使ってきました。で、カフカとルアンを採用せずに、散歩と K9分を軸とした時でブラックスワン編成をやっています。で、サポート枠にはアスターとフォフォを採用の枠として入れていますね。ではまず散歩からいきたいと思います。で、裏には11後半のオートです。で、こちらやってみたんですけど、まあ、敵の数が増えるとスキルの分散が発生するので、アルカナ蓄積のムラが発生しやすかったってなりますね。まあ、ここが懸念点の部分となります。ただ必殺技とスキルが重なったりすると、人生削りがうまくいくと25層くらいアルカマが溜まってたので、そんなに悪くないかなという感じでした。で、敵の数に左右される傾向にありますが、数が少なければ一気にダメージとアルカナを稼げるので、その点はめちゃくちゃ強かったですね。また散歩の必殺技で持続ダメがアップするので、その点も相性良かったですね。ただ火力が足りないせいで、どうしてもオートだと安定はしないので、回復の手助けは必要だなと感じました。続いて虚構女児4の前半もやってみました。風属性弱点っていうところもあり、安定はしてましたね。めちゃくちゃ安定しました。特に後半のボス戦では人生削りもできるし、必殺技で全体を攻撃できたので、まあ、このあたりはすごく大きかったなと思います。結構ね、余裕持って敵を倒していたので、虚構女児では風属性相性も相まってめちゃくちゃ良かったなと思います。ちなみに頬でやって、その後リンクスも試したんですけど、リンクスでも全然いけました。まあ、それぐらい相性良かったですね。それでは続いて K9 に行きたいと思います。まず裏には11の後半オートですね。まあアスターとの相性も良く、速度も維持ができるので、アルカナをしっかり貯めれて良かったなと思います。意外と溜まりました。で、いかにデバフを受けないかにもよりますが、複数相手でもアルカナを貯めれるのは良かったです。一層しか貯めれないってあったんですが、必殺技とうまく組み合わせるとこのあたりは強かったですね。散歩と違ってダメージと蓄積が分散しない分、安定感は高かったように感じました。しかも K ナイフに関しては今回凸なしで十分でしたね。それでかつ弱点も炎がなかったので、相性めちゃくちゃ良かったなと思います。まあ、それでオート普通にいけてますからね、やっぱ強いなと思いますね。では虚構女児4前半についてです。こちらも弱点属性がつけてないので結構厳しいかなと思ってたんですけど、必殺技による燃焼の発動でダメージを稼ぐことができました。まあブラックスワンが強かったっていうのもありますけどね。で、散歩に比べると弱点相性が悪いので、前半はするのであれば適性は低いって感じでした。で、時間ギリギリではありましたが、こちらも4万は達成できたので悪くはないと思いますね。凸してる人とか僕より育成が進んでる人、 K ナイフに関して育成進んでればもう余裕でいけるんじゃないかなと思います。
で、この点考えて凸子系内ことを考えると個人的には系内粉の方が安定したように感じます。やはり防御力が下がっているので持続ダメージの自体の火力が高いこととアスターとの相性がめちゃくちゃ良かったですね。で、散歩自体もやっぱ悪くないなーっていうのはあるんだけど、安定感に欠ける部分があると思います。まあランダム要素が多いんですよね。しかも今回は4凸と無凸で勝負して、それでも系内粉強いなーって感じてるので、まあ4凸して多分考えるとちょっとなーっていうところでした。なので4凸してて系内粉持ってないなら採用ありだなと思います。てか採用した方がいいですね、その場合はね。ただ虚構除字とかしてみると意外とブラックスワンと星4編成のうまく回したので、なかなかブラックスワンの相性が良かったように感じます。もちろん耐久面で不安な部分はありますが、このあたりはサブステの育成が大きく変わりそうだなと思いますね。散歩が育成がうまく進んでいないっていう方は系内粉使ってみるのもおすすめかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。